JR 東海に対処だけ求めるっていうのは、それは河川管理者としての責任がどうなのかということを問題にせざるを得ないというふうに思っております。先週、静岡市役所で開かれたリニアのトンネル工事に関する協議会。ここで難波市長が県にも問題があると言及したのは、リニアトンネル工事による発生度置き場の安全性についてです。南アルプストンネルの工事で出た発生度の置き場は、静岡市葵区のつば九郎が候補地の一つです。ところがこの場所では土壌の中が崩れる深層崩壊が起きる懸念があるとして、県は JR 東海に再検討を求めています。さらに実際に災害が起きた場合の環境保全策を JR 東海に求めていて、これに難波市長が苦言を呈しました。河川管理者である県は、盛り土なしの状態ですけど、その状態において現在の河川の管理状況、どの程度の安全水準を確保しているかを示すべきである。で、県がそれを行うことなく JR 東海に対し、盛り土の存在による河川水位及び土石流の変化を示して安全確保を求めているのであれば、その妥当性については疑問があるというものです。かつて県の副知事や理事として最前線でリニア問題に向き合ってきた難波市長。盛り土がない状態で深層崩壊が起きると河川にどんな影響が出るか、河川管理者の県が評価すべきという見解を示しました。つば九郎発生度置き場の候補地として議論を進めることに否定する理由はないと述べています。この問題に関しては JR 東海の丹羽社長も県に疑問を投げかけています。河川管理者でいらっしゃる静岡県さんがですね、どこでどのような被害が出ることをリスクとされているのか、深層崩壊等についてどのような事態を想定されて、どのような対策を施されているかについて具体的に伺いたいというふうに考えておりますけれども、当社としましてはつば九郎発生度置き場が適地であると考えております。一方、県は法律上リスクを考える立場にないと反論します。我々も改めて河川法を確認させていただきました。で、基本的には水系ごとに国が整備の指針を作って、それに基づいて河川管理者が管理するという立て付けになっているものですから、その中にその土石流ですとか、そういった土砂移動に関するリスクを考慮しろっていう方針にはなってないものですから。熱海の土石流があんなことが起きて、よくそんなことが言えますね。あれは土石流ですよね。河川管理者としては、じゃああれは全然問題なかったとおっしゃるんですか。今の回答はあまりにもひどいですよ。河川管理者としての責任を放棄しているわけですよね。河川法の中で流水について書いてあるから、土石流は考慮しなくてもいいなんてことを世の中に言えますか。県の回答をめぐって難波市長が怒りをあらわに。この協議会では次回も発生度置き場について議論される予定です。静岡市は今後見解を県と JR に伝える方針です。